おっす、山田です。前回は、お家にいる、機械を使って本を読んでくださいというお話をしました。今日は本を読んで、考え方集中しながらいろんな考え方ができるように例えばなったとして、我々、空手をやっている人間は空手というのは武道ですので、武道とは何かっていうことをやっぱり考えながら稽古していかなければいけないと思うわけです。で、簡単にこれは私が個人的に武道とはこういうものだと思っているっていうだけの話なんですけど、例えばね、今ちょっとウェイトトレーニングをやり終えたところなんですが、やっぱり基本的に偉いのは嫌なんですよ。これはお家にいて美味しいものを食べながらね、テレビでも見ながら笑ってた方がどんなに楽だろうと。あとやり始めるときね、またあれとあれをやらなきゃいけないのかってね、やっぱり思いますよ。でもですね、それを嫌ながらでもね、やりきった後に何があるかということを考える。で、主に当道場では技術ももちろん大事なんだけれども、それよりも心を鍛えることの方が大事だという考え方で指導しています。つまり武道というのはですね、武術と違って、武術はただただ人を倒すための術、技術ですね。で、武道っていうのはその、人を倒すための、術を、稽古していく中で得ていく、いわゆる人の道。人間がね、やってはいけないこといろいろありますけど、やっぱり人を傷つけたり、ましてや殺してしまったりすることはもう絶対やってはいけないことであるわけで、じゃあなんでね、拳鍛えたり、蹴りでね、バットを追ってみたり、ね、その力を誇示するというか、俺はこんだけ強いんだっていうのをね、なんで求めるかというと、強くなっていく過程が大事であって、例えば強くなってもう世界チャンピオンになったら、誰かを倒すのではなくて誰かを守るということを考えていく、それからそこまでいかなくても日々、空手の技を鍛えていく、厳しい稽古をしていく中で心を鍛えていって、そして自分に負けない、姿勢を作っていく。ひいては、先ほど人の道と言いましたけれども、できれば人の役に立つ、人のためになる、できるだけそういう方向性を持って、自分は厳しい、稽古をする。そうすることによって何か力を得る。で、その力を正義のために使う、もしくは、そういうことに自信を得て、心を強くする。それが、当道場が考える、空手をやる意味であり、日々なんで辛い思いをしながら稽古していくのかということの、一つの答えだと思います。これが全ての答えではないと私も思っています。例えば試合で優勝することも一つの答えでしょう。でもよく言いますけど、だからといってそれをね、例えば外へ出て、自分は何々大会でチャンピオンになりましたと言っても、ああそうですかっていうだけの話で、その人に何ができるかっていうことに、直結しないというか、じゃあ自分はそれぐらいの力があるのだからこれをしますということに、つながっていけばいいかなと思います。長くなりましたけれども、今日は、武道というものはどんなものかということをお話ししました。しっかり手を洗って、それから外から帰ってきたらうがいもして、どうか安全に過ごしてください。どうもありがとうございました。